米国をはじめとする、まあ、日本、まあ、民主主義国に対する、まあ、存在感をアピールしたいと、まあ、はっきり言ってしまえば米国まで、十分届く、それを十分運ぶことのできる技術をもう我々は持ってるよと、核保有国にしてくれというような、そういうアピールが目的だったんじゃないかなと思いますね。多年来关注日本技术泄露的前内阁政务官常伟进表示，有分析说是中共提供导弹技术给了朝鲜，而中共的技术却来自日本。朝鲜的新型导弹可能已研发成功，并成为军事威慑的核心战斗力。これまでも、極超音速ミサイルのもう成功をしています。まあ、これはおそらく日本の技術が中国から来た留学生を通じてですね、まあ、北朝鮮に流れているのではないかというようないろいろな考え方が出てくるわけですけど、日本を含む世界のもうミサイル防衛構想が、まあ、ある意味全く役に立たないフェーズも出てき始めているという、そういう危機感を持っていますね。常伟进还指出，朝鲜如果真的以日本为目标发射导弹的话，普通的弹道导弹到达日本据说仅需7至8分钟，即使日本发出紧急避难警报也毫无意义。日本民众对此也非常担心。もう少し早めにね、連絡があった方が逃げれるのかなと思いましたけど。起きてからじゃ遅い。まあ、なるべく、そういうことが起きないように、まあ、事前に、予測して。常伟进最后表示，目前不少日本人固执地认为，导弹虽然从头上掠过，但不会落在自己头上。他呼吁人们抱有危机感，时刻想到各种风险和可能性随时都会发生。新唐人电视台日本记者站许婷东京采访报道。